はい、今日カメラ宮下がやっていきます。よろしくお願いします。リサちゃんです。よろしくお願いします。今日は、はい、後ろに書いてあるんですけど、ニューエラさんという会社に来ました。ご存知ですか？もちろんです。このニューエラさんと、一緒になってリンゴルフの帽子を作ろうと、はい、でそれを実はゴルフフェアでリンゴルフブースやるので、はい、販売しようと。じゃあまずは行ってみましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。まずニューエラさんの歴史を知ろうということで、はい、ここにですね、うん、実はニューエラさんの人いるんですけれども、はい、あんまし顔出しは NG ということで、はい、教えてもらいながら、はい、ニューエラさんの歴史を知って、そこから何作っていこうかなっていうのを勉強していきましょう、うん、気になる、はい、実はニューエラって1920年に創業をしてるんですね。場所はニューヨーク州のバッファローというナイアガラの滝で有名な場所なんですけど、うんうんうん、そちらで本当こんな感じで手作りで帽子を作っていたわけです。1930年代になって初めて野球帽を作り始めました。これがその記念すべき第1号、はい、クリーブランドインディアンスで、これは2代目の社長ハロルド・クックさんですね。でここで生まれたのが5950というちょっと変わった名前ですけど、はい、実は今もうちのブランドを代表するキャップの、はい、オリジナルの方がここで生まれた。でこの当時の形も今もほとんど変わっていない、実は1993年26年前かには全部のチームのオフィシャル、キャップサプライヤーになりました。93年、はい、でもう一つ、特徴的な出来事としては、これ映画監督のスパイク・リーさんなんですけど、赤いヤンキースのキャップを作ったんですね。実はそれがいろんなカスタムとかコラボの始まりっていうふうに言われています。けども実は野球以外のスポーツ、こちらの NFL アメリカンフットボールのオフィシャルキャップも、アメリカってアメリカンフットボールが一番人気のあるスポーツなんですけど、これバッファローにあるアメリカンフットボールの、スタジアムなんですけど、そちらの命名権、ネーミングライツを取って、ニューエラフィールドっていう名前。こちらのヤンキースのキャップが映ってますけど、この部分のフラッグロゴですね、実は以前は選手用の帽子にはこの表にはロゴがなかったんですよ。でそれが2016年のポストシーズンから、はい、選手が被る帽子にもこのフラッグが刺繍されるようになりました。なので大谷君とかマー君とか、活躍してますけど、うん、彼らが試合中に被ってる帽子の左側には常にニューエラのフラッグロゴが出てます。感想、はい、いやすごい歴史を知れたなと思います。最後のこのね、うん、なんか全然あるものだと思ってたんで知らなかったです。2016年から入ったというのは知らなかったです。びっくりしました。かぶれるのこれ、かぶるというこういう感じです。大きいことが分かんない。ババン、わかります。縮尺がおかしい。わかります。なんかわかりますか、感じ。こういう感じでめちゃくちゃ大きい帽子こんな感じ。いやすごいですよ。なんか紐をかぶんの遊び心ありますよね。はい、ネイビーだ。顔のいるスヌーピーのいる理想、うん、すごい。ちゃんとしてる。こことかそうなんです。そのままの作り方をしてる。そう、本当に手抜きなし。普通のの本当に大きい場。ここもちゃんとほらちゃんと高くなってるのがしっかりしてるし、ベイスターズ、ベイスターズ結構グッズが可愛いのいっぱいあって、そうなんです。ニューエラ日本でもいろんなプロ野球のチームと、関係があるんですけど、中でも横浜 DeNA ベイスターズの選手用の帽子は実はニューエラ、うん、そうですね、はい、はい、こちら実はサッカーの日本代表の帽子ですね。まあファンの皆さんにかぶっていただくため、こちらもニューエラで作っています。あとファッションのコラボレーションでいうと、こちらまあ、日本を代表する、はい、デザイナーズブランド、ヨウジヤマモトさんですね。こちらのブランドとのコラボレーションも毎シーズン、いろんな、アイテムを展開させていただいています。あ、ウェアもですか？そうなんです、うん、ここには映ってないですけど、あとバッグのコラボレーションもやらせていただいています。すごい、まあ、日本のピカソなんて言われますけど、はい、岡本太郎さんですね、の作品とのコラボレーション、
去年撮った人でした。すごい、なんか妻の後ろが本当だ。そうなんです、かっこいい、ここちょっといいっすよね、こういうのいいっすよね、見えないとこまで。ゴルフラインもね、たくさんありますからね、私もたくさん持ってます、持ってますか。持ってます、ヒラからメッシュから結構持ってます。結構持ってるんですか、なるほど、はい、早速その帽子気に入ってますね。いや、かなり離さないっていう、はい、これ持ってる、家にある。すごい可愛くないですか、このデザイン、で、後ろ見て、おお。で、今シーズンの 19SS のちょうど2月から発売される商品。すっごい可愛い、これ。あと帽子、これもちょっとドラえもんカラーですね。あ、本当だ本当だ、ドラえもんって書いてある、ね、ぜひ、つば裏を見ていただきたい。わー、ドラえもんの道具すごい、へー、配色もすごい。こんにゃく、こんにゃく、あ、これ時間戻すやつだ。タイム戻し機だ。あ、これなんかちっちゃくなるやつ。スモールライト。めっちゃ詳しいじゃん。とキャディーバッグですね。可愛い、やっぱこれ可愛いな。これじゃ今年から発売される。そうです。ここはなんかあれですね。スパンコールみたいなのがついてます。すごい。でメッシュです。この形。感じが結構好きですね。うん、女の子いいですよね。うん。さらっとかぶれそう。うん、似合わないなと思ってる人もいると思うんですけど、結構あのいろんな帽子の形があるので、まあ合う帽子を探していただければな。そうですね。で、まあ、リンゴルフを見てる普通の、まあ、一般ゴルファー結構たくさんいるんですけども、はい、やっぱ初めてニューエラのキャップを買うって人も多いと思いますし、おしゃれとか若いって思われる人はもう37ですけどはいはい、はい、ちょっと怖いんです。例えばこれね怖い、いや、かぶったことないから平つばですら、ちょっと恥ずかしいみたいな、それこそ自分に合うのかなとかいうやつですね、これね、躊躇しがちの、全然ですよ、全然躊躇とかどうですか。いや、似合ってますよ、似合ってます、ゴルフやってそうね。えただ、おしゃれだなって感じですよね、はい、だって可愛いもん、はい、これとかもこう盛り上がってるじゃないですか、ここが、ここが高さがあるってことですね。これをどう思っていいかまずわからないんですよ。ん、いや、あ、浮かせるのか、そう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 、最後まではめ込むのか、そう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 、どうかぶる、なるほど、気分ですね、気分とその日のなんか感じ、コーディネートな感じ、そうですよね、そうです。ちなみにあの高いのもあればちょっと低いのもあるので、例えばこれは低いタイプ、なんかちょっとかぶってもらって、はい、あ、全然違う、どうですか、ロープロファイル、おしゃれですよ。これね、髪を下ろしてても、帽子っぽい、普通にまとめても全然、これかぶりやすいですね、はい、あ、やっぱこうかぶって、探してった方がいいと思います、でもそれをもう難しいっていう方のために、そう、デザインを考えて、なおかつこう手に取りやすい、かぶりやすい、選びやすいデザインをちょっと考案していけたらなと思います。じゃあ頑張りましょう。はい、すごいですよ、膨らみますね。これは刺繍糸の、この糸のサンプル、糸のサンプルですね、ね、こう微妙にね、この黄色でもこんなにありますからね、色味が。オレンジでしょ、ワインレッド系でしょ、ちょっと蛍光になってる、すごい楽しい。これはまあコットンだけですけど、コットンだけでもこれ、すごい熱い、形を選んで、生地を選んで、あ、これなんか牛みたいなものですね、柄のもあるんですね、カモフラージュ、面白い、目移りしちゃいますね。